プロボクシングの WBC、WBO 世界スーパーバンタム級王者の井上直也、大橋、が9月1日、都内でワウワウ、エキサイトマッチ SP の収録を行った。番組内では WBA、IBF 王者マーロン・タパレス、フィリピンとの4団体統一戦への準備状況に加え、スーパーバンタム級での今後の展望を沸かしたが、一方で本人が2、3年先。 と想定するフェザー級への階級上げに対するイメージも垣間見えてきた。動画、本当の怪物だ。井上尚弥、圧巻のフルトン系応劇をチェック、まず井上は年内にも開催が見込まれる4団体統一戦に向けて、試合へのプランはまだない。としながらも、交渉は始まっているのでタパレスと試合をするという意識でミット打ちもしている。スパーリングもぼちぼち始めている。 と徐々にに臨戦態勢に入っていいるという段階映像もつい先日に見たばかりというが、ゴリゴリのファイターかと思っていたが、柔軟性もあるし、割とディフェンス面がいい。思ったより良いボクサー、とイメージもつかんでいるようだ。井上自身は、スーパーバンタム級への階級上げに際し、不安は体格面だけだった、としていたが、初戦となるフルトン戦の勝利でそれも解消されたとし、 さらにこの階級にあったリカバリーや減量などの改善点を詰めていくことで、老朽の体へフィットしていくと感じているという。しかし、そんな中、周囲からは井上に対し、早期のフェザー級昇級を望むような声も少なくない。中には、タパレスを倒し、四団体統一を果たした段階での階級上げを望む声もあるが、井上本人はそうした声に対して常に慎重な姿勢を見せてきた。 収録後の囲み取材では、タパレス、カシメロ、メリ、アフマダリエフ、この4選手をしっかりクリアしたら自信を持ってフェザーに行けるんじゃないかなと思いますけどね、と語っており、スーパーバンタム級の実力者をことごとく打倒してからフェザー級に臨む三段を明かしている。より階級にフィットした体で、一体どのようなボクシングを披露するのか。楽しみは尽きない。自信を持ってフェザーに行ける。 井上の口からこうした発言が飛び出したのには理由がある。これまで2、3年先にはフェザーへの挑戦もあるかもしれない。などと階級上げそのものに慎重な発言をしてきたが、ここに来てフェザー級への昇級が一気に将来を見据えたプランとして明確になってきているのだ。後押しするのは、体格差で上回る相手を完全に攻略したフルトン戦の内容だったという。 フルトンとの試合で感じたところですね。フェザー寄りのフルトンに対して、ああいう試合ができた。試合前から一番の不安材料としていた、体格差というところに何も不安を感じずに試合ができたというのが大きかった。フルトン戦で少しでも不安を抱えてしまったら、フェザーへのこだわりというものもなくなっていたと思うんですけど。ただ、それが1ミリもなかったので、だとしたら、 自分の限界がここじゃないなというものは感じましたね。5年近くバンタム級で戦った井上が1.8キロ増で臨んだスーパーバンタム級での初戦。体格差に不安はあったというものの、階級最強と言われた相手をほぼ寄せ付けずに倒してみせた。体作りに関しては、これからやっていく中で、スーパーバンタム級にもっとフィットさせていけるんじゃないか、という手応えもつかんだ。 階級上げ初戦で得たこの自信が、さらなる高みへのイメージをより膨らませたのは間違いないだろう。もっとも、フルトン戦の勝利がフェザー級での成功を保証するものではなく、本人も、フルトンはフェザー寄りですけど、ハードパンチャーじゃない。フェザーのハードパンチャーって言ったら、もっとヤバい奴がいると思うんで、とあくまで慎重な姿勢は崩さない。夢の三階級四団体統一もあるのか。もちろん、 全てはスーパーバンタム級のライバルたちをなぎ倒してからの話。まずは、交渉が始まっている、というタパレスとの統一戦に照準を合わせる。